こんにちは。まあ自分のことについてちょっと話していきたいなっていう感じは思ってます。で、まあスタメンではなくて、途中から62とか65とか60から65分の間から出たのかな。だからプレイ時間は20分とかもうちょい25とかなったのかな。まあセンターバックでね、出ましたと。左のセンターバックで出ましたと。まあ退場だとかいろいろ重なってなかなかそういうものはね難しかったという感じにはなりますと。4試合、今シーズンやって1ヶ月戦ったと。で、まだ勝ちはなくて、勝ち点2かな。チームとしても、こう、コンペティティブに戦えてるっていうのはあるとは思うんだけど、まあ、個人としてね、話していくところで、試合目開幕戦スタメンで出て、で、2回目ベンチで、で、3回目スタメンで出て、で、また今節ベンチという感じで、こう続いてると。で、やっぱ悔しい思いは少なからず持ってる。全員の選手がスタートから出たいっていうのは当たり前だし、プレーしたいっていうのは当たり前だと思うんで、僕自身も絶対出たいし、スタメンで出たいっていうのはやっぱこだわってるところだし、やっぱ監督は監督の 思いとかこう考え方っていうのがあるから、やっぱそれ僕ら選手だからそれをリスペクトしなきゃいけないし、監督もまあ僕らのことをリスペクトしなきゃいけないというな。もちろんスタートで出たいけど、もう出た時とかにどれだけ自分のパフォーマンスを出せるかっていうのはすごく大事だと思うし、センターバックってポジションじゃなくて、やっぱ絶対にミスは許されないポジションだよね。こう、で、また守備面でも、しっかりとルールが、チームの中のルールとか、そういう守っていく中で、ものがあるから、それをリスペクト、尊重しながら、プレイしていくことがすごく大事。何が言いたいかっていうと、もう試合出た試合出た試合で、もう全力で取り組むしかない。で、また練習も、自分はこうボーダーの選手だよね。スタメンで出れるのか、出れないのかっていうボーダーの選手だから、もう毎回の練習絶対決まってるわけじゃないから、僕は。次の試合のためにも練習どれだけハードワークして全力でやることがもう全てだと思うから、パーセントで取り組むっていうところをもう一度、見つめ直す必要があるなとは思うし、もちろんそれで取り組んでるけど、より一層前回の試合でこうスタメンで出れなくて、悔しい思いはしてるから、毎回毎回1回の練習を 100%、120% の力で取り組む必要があるなってやっぱ改めて思ったし、結局もそこに尽きるんだよ。試合に出てようと出てまいとそこに尽きるんだけど、でも本当にもうそれでしかない。いろんな感情がある中でやっぱ結局たどり着くのはそこ、まあジムのところだったりとかもそうだし、しっかり食べるものから何から、ね、こだわって、プロフェッショナルでやっていきたいなとは思ってます。まあそんな感じで今日の一言に気にしたいと思います。ではまた。You're alone in the jungle now. You wanna make a fire, but don't know how.